はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでクックさんからご依頼です。はい、こちらはね2017のピースオブザパストのボリューム2ですね。はい、超当たればカットシグネチャーとかも入ってますね。まあどっちかというと大統領とかそっち系が多いのかな。うん、歴史のですね。スポーツ系は入ってないのかね、ほとんどね。うん、ほとんど政治家系かもしれないですね。まあどんなんでしょうね。よいしょ。はい、それとバスケですね。こちらモザイクのアジアを1パック。さっき1パックあったと思います。はい、まずはウィルバート。スマート。マッカラ。で、パラレルは赤ですね。せーの。おお、ゴードン・ヘイワード。今、移籍してますけど、うん、非常にいい選手です。結構ポイントゲッターですね。はい。で、一番下はルーキーだ。お、コビー・ホワイトだ。うん。終盤、非常によくね、使われて活躍もしてますね。まあ、20点から30点の間ですけど、ね。コンスタントに取ってますね。綺麗ですね。はい、状態もいいです。で、ピースオブザパストですね。で、発送待機ということで、はい、よろしくお願いします。あ、何これ、そのまま入ってんだ。はい、よいしょ。超古いですね。よいしょ。店長あまり深すぎるところはこんななって入ってんだ。すごいな。これが2017の商品なので年々レギュラーカードが減ってってるんですね。じゃあどういう感じで入ってんだろう。はいね、ただの厚紙です。こちらもねホームページで発売中です。はい、じゃあまずこっちから行きましょうか。マウンテンマン、登山家マウンテンマン、まあ山に関するなんかね偉人な方なのかな。はい、もう超古いですね。ワシントン・アービングとかもう店長が全然わかんないレベルです。はいね、これちょっとなんだろう、違うな。あ、パズルか。これパズル？あ、下メモラ、メモラっていうかレリックでしたね。うん。これなんでしょうね。パズルレリックなのかな？はい。で、こちら。ダニエルズさん。これもなんか文字がちっちゃいですね。アクタルピース。うん。ピースがどうのこうのっていう、あれですね。あ、ちゃんと。裁断前のがありますね。ね、17年だとこうやって裁断前の画像が後ろにあったんですね。うん、いいですね、これだと。まあよーく見ればどこに誰がどこの部分だろうみたいな感じでわかるのかなと。はい、アイゼンハワーさんとかね、もう絵ですね、ここまで来ると写真じゃなくて絵ですね。リビングストンとかね。あ、こっから予約写真？ブッシュパパ。マッカーサーだ。ダグラスさん。ね。はい。マーキンさんとかヘイワードとか、もうこの辺はもうね。あ、エジソン若いな。こういうね。うん。やっぱりね。ほう。すごいですね。うん、若い時の写真なんてあまり見たことないですからね。こういう感じだったんですね、エジソンさん。ね、イケメンだね。俳優やってもおかしくないよね。うん、バンダービルト。で、一番下はジョージ・ワシントン。これ一番だ、やっぱりね。はい、レリックは1個出ましたね。レリックは、あ、30枚入りってなってるね。ピースオブザファストレリックパーボックス。
一応一つ出ましたね。それなのかな。これさっきのパズルの次ですね。真ん中のとこですね。切手？あ、切手系が来ました。アビゲイル、アダムズさんの切手。これでかい切手だ。このままだ。これ自体が切手ですね。で、ここ切り取ってないんですよ。あ、違うか。いや、違うな。これはカードですね。そういうふうに見せてるんだね。で、ここに切手が未使用ですね。2017年ね。はい、これでレリックが2つ。新聞のカット、あ、カットじゃないか。新聞じゃないですね、これね。なんかの公文書か契約書かだと思います。それのカットと切手。1枚1枚。2枚入り？アルカポネだ。ねえ。ねえ。競馬やってる？ あまりね、触れるとあれだな。はい、ってことで、よいしょ。ですね。はい、レリックは2つですね。店長は全く関係性ないですからね、言っときます。はい、こちらと、ちょっと待ってください。ローダーが55ポイントぐらいでちょうどいいですね、これね、厚さ。はい、うちのオリジナルのローダーですね。はい、ということで、この2枚が出ました。はい、30枚入り。まあ、いわゆるレギュラーカードが28枚と、レリックが2枚なんですね。そうですね。箱にはこれ1枚。ワンピースオブザってなってるんですけどね。まあ、多分2枚ぐらい出るんじゃないのかなとは思いますけどね。まあ、一応箱には1と書いてるようです。まあ、1から2ぐらいなんだろうなと。はい、じゃあ一応レギュラーカードはね、ちゃんとずれないようにパッキングして。で、箱に入れときます。発送待機ということで。はい、またね、ぜひ。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。